そういえば、見た？この前のまた、万博の、万博？言論の見てないの？え、言論でまた万博やった？うわぁ、それについて話そうと思ったんだけどな。でもまあ、ちょっと面白かったよ。今回誰と誰？木のリングのやつ作った藤本さんって人と、あと、ツイッターでなんかそれに反対してた、最近賞を取ったおじいさん山本なんとかさんっていう建築家と、五十嵐さんという人と、それと東博樹で、おい。みんな良かったみたいな感想が結構多いんだけど。まあ、建設的な話をしたんだ。まあまあまあ、そうらしいよ。俺はなんか第一部の無料文しか見てないからさ。東博樹は納得いってる感じじゃん。納得いって、ちょっと良かった。自分の中でもいい回を開けたって言って。でも俺、無料文とかだけ見て思ったのは、別に何にも変わってない。だから、つまり理念がいくなんぼあろうともっちゅうこと。そうそう。理念があろうとも、結局聞いてみたら、いや、僕はそこは知りませんって言うのよ。あ、そうなんだ。そう。いや、それは僕の管轄じゃないんでっていうスタンスなの。一番偉いプロ、なんだ、一番そのメインのとこを任されてる人は、で、そのとこの理念は語れるけど、僕が万博の責任を負う立場じゃないっていうか、事務局でもないし、誰かを配置するの、人を選出する人でもないし、みたいな。それは東博樹は納得はするんだ。そこではね、一部ではそこで東博樹が納得するかしないかは、あんまり言ってなかった。なるほど。でもだから、俺結局思ったのは、あ、そっか、こいつは来ても意味がないやつなんだっていう俺は認識ね。みんな良かったって言ってるけど。万博に反対してるわけじゃないんだけど、その山本さんって人が言ってるのは、丹下健三とかその昔の大阪万博の話を、それも若干老害臭いし、なんか、俺に声がかかってないのがどうなんだみたいな感じにも取れるんだけど、ほうほうほう。この俺を介さずして万博がとは言ってないけど、なんかそんな感じもあるの。東博樹はそこを要約してなかったけど、俺が思ったのは、昔の建築家は、その、役人より上だったって言いたいと思うの。なんつうんだろうな。役人も丸め込むっていうか、の言うことなんか聞かないよ。なぜなら俺たちの方がすごいんだからっていう、そのなんかプライドみたいのを、多分昔の建築家は持ってたって言ってないけど言いたいと思うの。なんか、それを聞くに。岡本太郎も多分そうじゃん。そうそうそう、それを、そうそう、そこもちょっと、岡本太郎って言葉の、太陽の塔も話の引き合いに出してたんだけど、多分あのおじいさんが言いたいのは、そのように振る舞うのが、建築家っていうプライド、建築家っていう職業を、イメージを良くするのに、お前は何だと。役人の犬じゃないかと。聞いたら何も知らない。言ってないよ。言ってないんだけど。その人はゲストで呼ばれたそいつ自体は、一応パビリオンの、その、に関わって、もう全く今関係ない人が来てる。全く関わってない。けど有名な人っていうのを呼んでるんだ。そうそう。有名で、なんかツイッターで結構その藤本さんって人と議論した人。やってる人も呼んでるし、で、そのやってる人っていうのは、俺に聞かれてもそれは知らねえっすよっていう人。答えなんて出ないの？いや、知らないですよっていう人と、山本さんって人は、いや、お前がもう、もっと、全責任を取って、昔の建築家みたいに。全責任を取って、もう、なんだろうな、この理念をまとめ上げて、お前が引っ張っていく存在で、なぜあらないんだっていう多分怒りだと思うの。今そうやって言うから面白そうに聞こえるけど、おそらくそれをこう、そういうエキサイティングさをなしにやってるわけだ、それを。そう。まあでもね、結構エキサイティングなとこもあったよ。なんか、笑うんじゃないよとか、なんか結構怒ったりして。今と昔違うからって思っちゃって。きっとさ、岡本太郎だって、いや、知らねえよ、建築家のやつらのことなんだよ。俺は聞かねえよ。俺は俺の思うものをやるからっていう岡本太郎がいて。で、多分、そのもう、そういう感じでしょ？みんながプライドを持ってそうそうそやってるわけでしょ、きっと。う。確かになんか、こう言っちゃ悪いけど、その藤本さんとしては犬感がすごいの。僕は知らないですと。
でも僕は気持ちはありますよっていう理念は30分ぐらいかけてプレゼンテーションするの。ああ、弱いね、それは。だから東さんはそれは聞けてよかったってちゃんとね、受け止めてはいるんだけど。立場をちゃんとこう、組んであげたけど、その立場を。そうです。で、まあでもね、どっちが、だから結局、でもそのおじいさんが言いたかったのは、そういう、誰がその8人を選出して、誰があなたを、しかも誰があなたを選出して、誰が施工業者を選出したかが全然オープンになってないことが問題だよっていうのが本来の議論は、だからそこでやりたかったんだろうけど、でも呼んでるやつが違うからさ、いや僕は知らないですよの人呼んじゃってるから、そこが問題なんだって、そこで議論しても結局あの言論の場では何も解決しないのよ。なるほどね。ただその2人の意見が交換できて公共の場でよかったんだね、ちゃんちゃんみたいな感じで。ああ。確かになんかね、あれは建築家の権威を失墜させかねないやつがやってんなとは思う。ああ、そういうことね。いいおじいさん呼んだね、じゃあそれはね。うん。だからそれもさ、あの、外野だから言えるスタンスと、そういう魂というか、そういう、なんつうの、熱いものを持った瞬間に、もう入れてもらえないもんなのかね、もう今は。もう、あ、もうめんどくさい、めんどくさい、やめよう、やめようみたいな。もうなんか、そんな感じがしたの。だから、あいつが選ばれたんじゃないかなって。うん、なんか、こいつ、ちゃんと技術っていうか、建築家としての技術は持ってるけど、まあ、人間としては操りやすそうだよな、こいつみたいな。最近は、あの、リハックで、ひろゆきがさ、維新のやつと喋ってんだ、見たのよ。あ、俺逆にそっち見てないわ。でそっちだと、その維新のやつ、なんだっけ、名前忘れたな、ちょっと。で、喋ってて、その、ひろゆきはやっぱりその維新に万博について突っ込むわけ。でもやっぱり、ひろゆきからすれば、でも別に維新の人だって万博のことに関しては、まあ、国がやなんか主導権持ってるから、ダメな可能性もあるって言ってほしいみたいな。要は、何を思って、そんな、盲信的に、万博はいいんですよみたいなことを、どうして言えんのみたいなことを突っ込んでて、おじいさんがそれまさに言ってて、なんか維新のやつがイニシアチブ持ってるかのようになんか宣伝したり、今度は大阪府知事がトップかのように言ったり、うん、でそいつに聞いたら、いや国なんですよって言ったり、うん、国に聞いたら、いやその大阪って万博の団体なんですよって言ったり、みんな結局やりたいっていう気持ちを発表するくせに、なんか責任はどうなってるんだって聞くと、いやそれは僕たちじゃないんでみたいな、誰が責任取るんだよじゃあっていう、そのおじいさんはずっと突っ込んでて、でもさっきも言ったけど、その藤本さんに言っても何にも知らないから、いやもう誰が責任取るんだよって言っても、まあ、僕に聞かれてもみたいな。でもその人が言うには、お前が責任を取るんだよって言ってる。おお、だってなんか苦笑いするの、ちょっと勘弁してくださいよみたいな。そういう感じ、そういう感じ。手厳しいんだからもうみたいな。そうそう。でも建築家、万博をやる建築家ってそれぐらいのもんだっていう、そのおじいさんは思ってる。なぜならその60年万博の時はもうそんぐらいその建築家が強かったし。なんか俺のイメージはもう岡本太郎しかないんだよね。俺もそう。だからそういうアーティスト、岡本太郎的なやつが不在なことが問題なんじゃねえとか思っちゃうけどね。でもね、岡本太郎を呼んだのも結局丹下健三だったとかいう話をしてたんだよ。そこも含めて、そういう、じゃあ別にお前がアートワークなり、お前がアイディアを持てなくても、お前が誰かそういうのを見つけて、一緒にそいつを引き出すようなことをして、そういう意味での責任っていうかね、統括をするっていう。うん、そうそう。まあ引き出さなくてもいいけど、でも引き出したたら、お前が責任を取るんだよっていうスタンド。うんうん、村上隆になんで声かかなかったんだろうね。確かに。声かかりそうだっけ。でもそうだよ、もうちょっと現代美術家と組んでほしいよ。